今日の動画ですね、うちがやったセミナーの、ダイジェスト動画になるんですけど、まあ、質問が鬼別でいろいろ答えてみました。ギターはコンピングのどこを聴くのかっていうのを、まあ、次ギタリストに聞いてみたり、ドラムはコンピング役割は僕が実演したりとか、ジャズはレギュラーグリップを使った方がいいかっていう質問に対して、まあ、いろいろ答えてます。音量の上げ方、盛り上げ方ね、突発的に音量ってドラム上がっちゃうんですよ。こういうふうに盛り上げていくのはどうすればいいかという話と、カウントの仕方と、他の楽器の入らせ方っていうのをベースの人が、お話ししてくれてます。早いテンポのリズムの取り方っていうのを、まあ、質問されたので、僕はちょっと実演してますね。本物のピアノとエレピの違いに並んでいますと、まあ、家では、まあ、本物のピアノがないので、エレピでこう悩んでますよっていうのをピアニストから、まあ、アドバイスされてます。家、以外での練習の方が集中するよねって、まあ、これは、まあ、この続きになるんですが、あと、ピアノよくあるエンディングのバリエーションをピアノがいろいろ弾いてくれてるので、この辺も、まあ、皆さんのためになるかなと。まあ、いろんな楽器からの、こう視点で、質問があったので、これ皆さんのお役に立つかなと思って作ってみました。それでは、今日の動画をお楽しみください。コンピングはですね、ギター的にはどうですか？コンピングってどうやって考えてますか？どうやって考えてる？まあ間埋める。間を埋めたり、まあドラムとのその関係だったら、スネアとか、そのベードラとか、そっちを結構よく聞いてたりとか、まあピアノがいるときはもちろんあんまり被らないようなことを考えたりとか、そういう感じですけど。コンピングは基本僕からするとこう8小節ごとに昨日のどんだけシンプルにできるかっていう8小節ごとにこれあるやん。でここにつなげていく感じなんですよ。だから到着先を見てそのインプロビゼーションとかやってね受けてくれてる子は分かると思うんですが、到着先に向かってこうそのなんかフレーズを作っていく感じ。あのね、最近の若手はほとんどレギュラー使わないです。あ、本当ですか。例えばビル・スチュワートもそうやし、グレッグ・ハッチンソンは左手そのレギュラーやけど、あと誰やったっけな、エリック・ハーランドも使わへんし、ブライアン・ブレードも使わないです。だから音量重視になってくるん で、その場合は後で送るけど、ビル・スチュワートのね、スニアでこうやって動かすんで、だからこれだとこういう、ああはいはい、これかこれかみたいな、そのこれやと、はい、こういう風に角度変えれんだけど、こっちだと結構こういう風にせなあかんねんけど、まあみんなそれでやってるんで、俺も見ててもらうと分かるけど、多分レギュラー使ってる時間そんな多くないんで、はい、あのどっちでもいいです。だから全然なんとなくレギュラーの方がサウンドさせやすいなと思う時だけやるけど、音量欲しいなって思うとこっちにもするかな。あ、ラテン的な音量の時もマッチドにするんで、はいはいはい、って感じですかね。代わりでというか、その例えばこう盛り上げていく時に、そこだけが結構大きくなりがちなんやけど、こうクレッシェンドとかしながら盛り上げていく、例えばやるとこう盛り上げていけるでしょ。それがなんかこう一個一個単発の音でこう結構気持ちは上がってんねんけど、全体的に音量上げたり下げたりっていう感じがある程度あると、もうちょっとこう組み立てが楽になるかなって。カウントする前に、まあ、別に全然今時間どんだけ、そんなどんだけかけて言うてもあれやけど、ちゃんと歌メロディー考えてからカウント出そうかな。レタタタアワンツーワンツースリーフォーぐらいがあってほしいかな。なんか数値的なものだけでカウント出さずに、なんかあどういう曲やったかなみたいな感じからやってみてくれた方が、その要はテーマ入ってからその立て直すのにちょっと今時間がかかりすぎてるイメージがあったんで、それやったらもう最初から歌ってればもうその時間なくて済むやんみたいな、はい、そうですね。まずカウントは僕単純に声が聞こえなくて、なのでそれって結構あるあるでして、もうちょっとこうはっきり言っていただけるとこっちもこう自信を持って入れるかな。300超えてくると俺は結構タタータタタータタータ
ティアハードタタ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 タ、うんうん、こうやってゆっくりやんか、そうっすね、だからタタンタタンタタンタタタンタタタンタ、うん、なんか四分音符でパパパパって取るんじゃなくて二分音符でタタンタワンツースリーフォーワン、一小節やね、多分ね、あだワンツーワンツー、そうワンツースリーフォーワンツーワンツースリーフォーワンツーワンツーで取るかな、そうですね、それはもうピアニストあるあるな悩みだと思うんですよね、うん、やっぱり家に生のピアノを、あ、そっかカメラここか、生のピアノを置けるご家庭の方が珍しいと思うので、ただそれってあの電子ピアノと生のピアノが確かに一番大変ですけど、たとえ家に生のピアノがある人でも多かれ少なかれその問題ってあると思うんですよ。当然家に置いてあって毎日練習してるピアノの方が弾きやすいんですけど、ピアニストってはっきり言ってその楽器で弾けるわけじゃないんじゃないですか。だからまあ言ってしまえば電子ピアノじゃなくてアップライトとかグランドとか生のピアノで練習してたとしてもその悩みってこう付き添うものなんですよね。だからそれはもうピアニストとしてもピアノを選んだからにはもうなんなら一生逃れられない宿命のようなものですねで、まあそうですね、まあすごい乱暴な言い方をしてしまえば実際こうなれるしかないんですけど、そういうのはこう具体的にポイントを見ていくことですね。楽器の特徴というか、まずまあ電子ピアノにせよ生のピアノにせよ家でこう練習に使っている楽器がまあ他に置いてあるいろんな楽器に比べてどうか、割と鍵盤軽いか重いか、まあ電子ピアノって大体鍵盤軽めだと思うんですけど、あとはまあボリュームですね。あんまりこうえいって弾いても大きな音が出ない楽器というのはこうちょっと鍵盤も重く感じるものだし、逆にすごくボリュームの出る楽器というのは、まあ、箱にもよるんですけど鍵盤軽く感じるものなので、家の楽器がまずこう他のいろんなやつに比べて割とどういうやつかっていうのはまず傾向を把握した上で、初めて行くところは結構どうしようもないですけど、何回か行くところであればもう最初は多分一生懸命弾いてるんでわからないと思うんですけど、こう何回か行くうちに、ね、あ、ここのピアノって割とこうだなみたいな、まあ、まず鍵盤の重さだと思うんですよね。であとはそうですね、大きな音が出るか出ないか、まあ、すごくこううるさいぐらいになっちゃう楽器だったらちょっと抑えて弾いた方がいいかもしれないし、なんかあんまならないなって思ったら、まあ、お店の人に頼んでマイク突っ込んでもらったりとか、ちょっとこう家に比べて強く弾く努力をしないといけないかもしれないですし、まあそうですね、とりあえずその楽器の悩みというのはなんかそういうあたりだと思いますね。ただまあさらに言ってしまえばピアノだけではないと思うんですよね。ドラムの人とかもこう毎日ドラムセット全部持ち歩くわけじゃないです、ないじゃないですか、うん、だいたいスネアと、まあ、ペダルとシンバルだけ持ってこられたりとか、ジャムセッションであれば、まあ、他の楽器の人もなんかこう人の楽器を借りてやらなきゃいけない場合もあると思うので、 その辺はそうやってこうできるだけポイントポイントを見つけて慣れていくのがいいと思いますね。あ、そう言い忘れてました。あと、椅子の高さってどうですか？椅子の高さはですね、うん、結構こうジャムセッションとかだと人がこうこまめに入れ替わるし、緊張してて椅子の高さ忘れちゃいがちなんですけど、これもかなり大事で、家で弾いてるのと高さが違うとそれだけでも弾き心地って全然違うので、もう慌ただしい中でも、まあ、そもそもこう自分はこのぐらいの高さだっていうのをちゃんと覚えておいて、こうジャムセッションでこう慌ただしいんですけどしっかりこうちょっとそこは時間をもらって自分の高さとか、まあ、距離もですね、あと楽器とのそれをちゃんとこうセッティングすることも地味ながら重要なポイントだと思いますね。忘れてました。なるほど、はい、うん、家では鍵盤じゃないですか。その鍵盤っていうか、まあ、どっちも鍵盤やけど、家では電子ピアノでしょ。そう、家では電子ピアノです ね、はい、でその例えばそのギャップを埋める、まあ、僕なんかも家だと電子ドラムやから、はい、ギャップを埋めるのにその生のピアノを弾く機会っていうのは、例えば芸音で部屋借りるとか、なんかあるじゃないですか。練習するのになんか部屋借りるっていうのは、ドラマはもう借りるしかないから、だからまあ一応その生ピアノを弾くというそのに親しむためにはもうね、予約するんですよ先に。あ、予約しとくともう金払わないかんか行かないかみたいな。あ、そう、お金がかかると一生懸命練習するんですよね人間なんか結構家にピアノ置いてても結局洗濯物欲しいになるんですよ、はい、結構電子ドラム置いといて電子ドラム置いといても結構なんか知らんけど洗濯物、嫁の洗濯物置き場になるみたいな感じになるんですよねだから結局家にあったからじゃあできるかって言ったらできる人もおるけど、まあ逆に外で借りた方がなんか密に練習するんちゃうかな。それはありますね、確かに、うん、
だから結構ピアノなくても上手くなる人っているもんね、うんうん。で最後のこれ良かったですね。これはもうピアノあるあるですね。これはあのいろいろバリエーションを持っておくとよくて、はい、さらにこうやってこれにしたりとか、あとあのコードにしちゃってもいいです。最終的に B フラットにちゃんと行くために A フラットから始める。例えば A フラット7、そうするとこうすると A フラット7、A7、B フラット、まあセブンスになってますけど、まあこうジャジーというか。ちょっとずつその上がっていく感じ、はい、そう半音ずつでこう上がっていく、まあ、こんなパターンもなんかこう変化球として持っておくといいかなと思います。今日もご視聴ありがとうございました。今日の動画が面白かったなとかためになったなという方はぜひいいねボタンを押してください、作る時のモチベーションになりますのでよろしくお願いします。このチャンネルではドラムの演奏ですね、ジャズの演奏とかポップスとかもやってます。あとクラシックとか吹奏楽のコツなんかも教えてます。あとジャズの楽しみ方ですね、リスナーの方とか他の楽器の方が、ジャズが面白いなと思うためにまあ歴史とか、曲の解説とか演奏中に何考えてるかっていう動画を上げてますので、ぜひお楽しみください。週2本ペースでアップしてますので見逃さないようにチャンネル登録の方もよろしくお願いします。この動画の中の譜面などの資料はメールマガジンの読者さん限定になりますので、詳細欄からメールマガジンの登録をお願いします。では本日もご視聴ありがとうございました。またご視聴よろしくお願いします。